はい、どうもダンタです。では、もうそろそろ多分体験版も終わるかなっていう感じですけど、やっていきたいと思います。では相方にチェンジ。はい、よろしくお願いします。どこ行ってるんだろう。あ、これ。わかりました。じゃあ職員室へ行きたいと思います。あ、違う。もう一個先？ここですかね。あー、ここですね。ここ前調べた。じゃあ行きましょうか。怖いですね。変わらないかな。じゃあ下行きましょうか。怖いですね。ちょっといろいろ探って。ツタの合間に光を反射するものが、マルテ鏡を手に入れた。女性の使う道具だろうが、なんだか不釣り合いですね。そうですね。怖いですね。怖い。何も見つからない。特に何もなさそう。手鏡。課長の図柄が背面に刻まれた金属製の丸い手鏡。見せる。コマンド見せる。遠距離。誰かにこれ手鏡見せるんですかね。水をかける。傘を開く。これ重要品？これ重要品なんですか？多目的教室の掲示板に貼られていた児童の発表。植物に光を多く当てる実験について書かれている。光を当てすぎると葉が白くなってしまう。光を当てすぎることは植物に悪影響を与えるということが書いてある。ですかね。
情けですね。上上がりますか。何もないのかな、このまま。出ましょうか。横この部屋入れないんですね。行ってみましょうか。前はどこにいるのだろうか。使ってもなす何もなさそう。やっぱり、なんか行き詰まってしまいましたね。あ、いかんいかんいかん、間違った。ああ気持ち悪い。ちょっと一応セーブしておきますね。はい。特に何もなさそうです。張り紙には注意、お知らせは書いてある。注意と連絡、どちらを読もうか。あ、これ読んだやつかな。向こうの左行ってみましょうか。突き当たりの階段のところ行ってみましょう。ここはもう何も
ないですよね。台風へっちゃらかさ。へえ。骨だけの傘を拾ったんですけど、この研究のビニールシート、組み合わせそのものの血はそのものを拒む、なんだ、血はそのものを拒む、血で拒めということか。どうしたんですか。ちょっと待ってくれ。思い切って骨だけの傘を開いてみた。そしてその上にビニールシートを広げてみる。なるほど、確かに自由研究の主張では傘らしいものは再現できるようだ。しかし固定されているわけではないと、傘として持ち運べるような代物ではない。使うときにそのまで組み立てればいいのか。幸いここには2人いる。最初の1人は傘を広く、続けてもう1人がシートをかぶせる。その連携があれば血まみれのシートを傘のように使うことはできそうだ。塩傘に、塩傘に入る入る入る。小学生の自由研究で使われたであろう骨だけの傘と、おそらくは死者の血で黒く変色したビニールシート。傘にして持ち運ぶことはできないが、一人は傘を開いた後にもう一人がシートをかぶせる。そんなことを思いついた。死者の血、つまり怪に近しい存在を用いれば、それは有効な術になるということか。血の盾のようなものだな。ですね。そのものの血はそのものを拒む。はい。この調べるところはなさそうですね。はい。怖いですね。職員室。もう何もなさそう。上行ってみましょうか。何にもないと思うんですけど。散らばった破片。ここの上ヘビですよね。怖い。降りましょう。職員室もう一回行ってみましょうか。なんでその you
ですね。さそう。うん。いや、わかりましょうか。どうすればいいのかなって。鍵の閉まった教室、あそこが気になりますけど、ね、入れないところが多少あるんですけど、ここ調べてなかった。非常警報装置がある。点検ハッチを開き、ライトを照らし、内部に何か何か覗き込んだ。ボロボロの札を見つけた。ありがとうございます。データを入手した。ここは調べられるところなさそう。ここも一緒。この部屋も何もなかったと思うけど、蛍光灯、蛍光灯、怖い。これしかない。調べる。出ます。怖いですね。よいしょ。この教室やったかな。あ、開いた。入れた。入りました。あ、怖い。なんかおるかな。なに、キュリ選手からで左肩掴まれた。ちょっと待ってください。わー、来た来た来た。錯覚だ。自らに言い聞かせる。声が遠くに聞こえた。慌てるな。これは幻だ。落ち着け。引き込まれるな。掴まれた左肩から、まるで霜が降りるように、冷たい気配が半身を覆った。左肩を掴まれた。同行者に声をかける。司の方も声をかけようと。ああ、すると
中に恐ろしい表情が浮かび、そして何者かの変化がこちらを待ち構えるように現れた。どういうこと？あれ誰？さっきの司？大声で威嚇する。レイになった。バットになってしまいました。あ、終わってしまった。最後のセーブデータからちょっと再開しますね。何したらいいんやろ。なんか確認したらいいんかな。結局ちょう、どこやったかな。鏡ってどこで撮ったっけ。これさっきやったやつですね。の傘とビニールシートをどっかで組み合わせて使うということですね。ここにあるものは全て意味がある。はい、これで。で、進んで、穴が開いている。ここ知らんかった。そんなのあったんやね。なんか使います？あ、丸手鏡取ってる。骨だけの傘使う。あ、お札。はいはい。ここに何て書いてるんだ。もう何もない。あ、怖い。じゃあ先の教室行きましょうか。何撮ったんやったっけ。ああ、貼り紙、ビニールシートと。怖いですね。怖いね。ここ特に変わらなかった。
て、引き込まれるな。さて、声をかける。たのかな、グッと。なんかおりますね。あ、怖い。どうする？目を閉じていいの？見ようとしていなくて、ふっと、本当と、その時、何してるんですか？司の声が聞こえたと思うと、あの鍵は消え失せ、教室のドアの前にいることに気づいた。あ、助かりました。声をかけて目を閉じていなったら助かりました。印が焼けるように赤く輝く。明け方、死の黒煙まであと数十分。あ、怖。大丈夫。司は自分の左肩から何かを外してくれた。これ左肩を掴んだ手の正体、それはバラのトゲだった。しかしそれより司はどうかしたか。なんだか様子が明らかにおかしい。記憶障害。思い起こした一言が胸に突き刺さる。印による呪いが進行し、司の意識が曖昧になったのか。しかしだとしたら変じゃないか。自分には少なくとも自覚している限りでは特に変化が感じられないのだから。司くんだけ行くよ。ああ。まるで幽霊に司を歩き出す。普段の姿からは考えられない様子だ。まずい。時は一体いつの間にこんな近くに迫っていたのか。時間がない。これ以上事態が悪化する前に何とかするんだ。何とか。セーブできませんね。ああ！何今の？何？雨漏り。はあ、ちょっと掲示板。雑草全滅。剥ぎ取っても近い。剥ぎ取る。雑草全滅計画。まだなんかボールの観察。そんなもん急いでいろ。剥ぎ取る。手に入れれるものは先生嫌い。怖いですね。なんか植木、植木、白い粉状のものがしゃぶっている。塩のようだ。勇気があれば持っていけるだろう。勇気って、職員、なんかあるかな、持っていくやつ。
ふうのバッグ、何に入れたらいいのかな。足を、ボールペンも中に入れれない、発煙筒も使えない、鼻毛防災頭巾も使えない、これ入れる？塩、粉末をつまみ入れた。あ、水入りボトルに入れてみました。食塩水、あー、なるほど。え、何、まずは塩にて清めよ、ということ。またあの声が聞こえた。あ、お塩か。お塩とは海水のことだろうか。印はシンクに染まっている。死の黒煙まであと数分。マジで、うわー、何、ここからか大きな音が響いた。う、同時に手首にまるで骨に食いつくような強烈な痛みが走った。つかさ、声聞いてるのか。はい、もちろん。はっはっ、まだ反応してくれる。しかしこの様子ではこのままではいけない。動く、動くんだ。その声は廃墟の中で虚しく響いた。海水の陣、ちょっと待ってくださいね。前の行方つかめのまま数時間、時間だけは過ぎていく。投稿者の様子もおかしい。記憶は壊れているかのようにだ。これは印による死に迫る予感か。耐えるほどくれもない。どうすればこれまで手に入れた情報と手段を用い彼に立ち向かわねばならない。それには共に彼と対決する投稿者はこれでいいか。そしてマスターを襲った鳥の脅威にどう立ち向かうか。さらにはこれまで聞いた謎の言葉に、特に最後のささやき、まずは後ろにて清めようとは何なのか。まずはということは、最初は後ろで清めねばならないのか。よく考える。生き延びるために。どういうこと？食塩水使えるのか。何かにかけるのかな、最初。塩水かけてみる。これにかける、これにかけるの。あ、かけれない、かけられない。何を極めるんでしょう。食塩水いってみます。ここに出た瞬間、言葉にできない異様な感覚があった。闇の中からはっきりした形を持った気配が迫ってくる。これはあのウサギが走り出た。そして廊下の奥へと走っていく。言葉の途中でしてもこちらの様子を飛ぶように振り返った。待て、待ってくれ。司の手を引き、屋敷はされなかった。ウサギを追ってたどり着いたのは学校の東階段だった。急かされるように階段を降り、あの壁の前へ立ってる。あいつはウサギの影を見ても辺りを見回した時だった。うわぁ、地上から血のような何かが落ちてきた。それは真っ暗な花びらだった。ゆっくりと踊り場の天井を見上げると、何回落としたか思わず寝るように出していた。恐怖の温度ってもつかない私の感情から知り出されたことだった。今バランスさんに囚われ、囚人にされた妙な姿だった。
意味わかしなかった。朝、エビさんと意味わかっていた。そしあの警備員らしく遺体の元、下の中に何かぐらいしている。そしてその年、最近亡くなった3日がちぎる、今や無罪になってました。でもしっかりしろ。私が追い詰められた学校に来たのか逃げたわけじゃなかったんだな。とにかく何か聞いてあげなきゃ。萌のバッグからジャージを取り出し片手で落としてやると意識は曖昧なものになるから何とか自分に通ってくれた。アレアさんだ。どうしてやはり萌の使ったの間に印の影響が進んでいた。詳しい説明ができるとは思えない。何より今は。そう、わかる。あの人さんが。わかっている。だがどうする。どうすればいい。これで場所はない。少女にさらならない二人の目を見る。この目は三人ともって、自分だけはその目に現れちゃうの。天使の天使を見る。正しい方法で音を消すこと。嫌なものを貝の音の中に一つのことを見つけない。ミリーの言葉がどんどん何やろう。塩食塩水。小学校で拾った物件をひっくり返す。これが鍵だと。どれもこれもガラクタじゃないか。しかし今手にできるのはこのガラクタとのだけ。この鏡は初めて見た時に撮るのが困難だった。同行者を前で行きますか。しっかりしろ。逃げ道はないんだ。行くぞ俺と前で。何かこの運は少し足りない。アイマーの返事を返してただそれで十分だ。この子は地獄から解き放つんだ。ぼうぼうなんかやっぱ花やぼくもおる。え勝手にうわこれ花彦くん。ここはムーンをじっと見つめている。そっち大きい人じゃない。じゃあさ大きい人だけ死んでる。猫くんの方が伝わる。何これ。顔のすぐ横を小さくするのにふんとかすめていった。チェ失敗。何で見つけた。次は外さないから。どうやら猫が離れた場所から自分を狙い撃ちする気らしい。まずはこの射的のような状況を何とかしなければならない。カイとの対決。カイを倒すには正しいアイテムを正しいタイミングで使う必要があります。主人公は抵抗するぐらい一発使用するアイテムを選択できます。今の状況になっている。傘。使用回数。全体コード、カイトの解説は2つのアイテムを組み合わせて使用することができます。それが連携コードです。主人公と同行者の選んだアイテムを組み合わせて連携コード。傘とビニールシートやろう。ちゃうかね。凍結するのガードスタイルアイテムを使用することができます。三角形のバッグを開きましょう。ビニールシートとだけの傘。連携行動を始めますか。はい。なぜかなくてもミニシートをかぶせた。あれかさっき食塩水か間違った。食塩水の方が良かったのかな。トゲの攻撃を防げそうだ。何それ。その傘すっごく邪魔。見たら透き通ってその頃からかすかな怒りを感じた。
か、トゲを飛ばした。飛来するトゲがチャンネルシートに触れると次々に弾かれていく。そのものの血はそのものを拒む。これがこの言葉の意味だというのか。手を当たった衝撃シートが傘から外れかけている。シートを傘にかぶせなければ飛んでくるトゲ。傘に苛立ったのか、花子がゆらりと近づいてきた。もっと近づいてくれば何か打つ手があるかもしれない。貝を弱らせる方法。貝を倒すのに特定のアイテムを弱らせる必要があります。接近、再接近した時でないと使えません。貝が再接近した時は画面の外枠が赤く光ります。貝が再接近してくるまで貝の攻撃をしのぎましょう。しのぶって鏡、しっかりして使えんね。一回しか使えんってことか。じゃあしのぎましょう。手鏡見せる。もう一回傘。シートと傘。あ、近づいてきた。あ、乾く今外。食塩水使ってみる。遠すぎる。手鏡見せる。いや、傘で またしのぐ。手鏡やばい。でも二人とも行動せんという感動。え、別々の行動で。ああ、近くに来たら食塩水と鏡じゃない。え、近くに来てる。でも使えれんもん今。え、手鏡は使えるやん。使える。ほんで萌えは何やろが。自分の姿をずっと見つめている。赤いのない。ほら、屋敷は傷を負った。シート大きく波打ち、ついに足元から大きく巡る棘が突き刺さった。使えれんろ。ほら、傘と近くなってきたよ。やばい、すぐ目の前にやってきた。怖い。嘘の人がうごめいている。蛇のようだ。怖い。手がきれいにしか作戦を取ってもチャンスだ。植物に有効な攻撃か。有効な手段はないだろうか。塩水と鏡？発煙筒使ってみる。
フェンスをかけた。白い水がかけられたスター、みるみる雪が失っていった。波にぼんやり浮かんだ花彦くんの顔も普通に歪む。ひどいよ、おじさんもやっぱり僕のことをいじめるの。目がぐずぐずなる草かいところだった。どうやら弱っているようだ。貝を倒す方法。弱った貝の特定のアイテムを使うと倒すことができます。今までに得た情報を見るのに適切なアイテムをし、アイテムを使えるタイミングは1回です。よく考えましょう。先頭に火をつけた。炎を上げる発煙筒は花彦の胸を突き込んだ。普通の顔を歪ますためは花彦の姿を変にする。やがてゴミとなる。倒せた？本当に？私の印消えてる。あるやん。タカジンはどうして消えていない？萌えだけ消えた。おじさん、もうすぐ夜明けだ。このまま死ぬのか。あ、いたいた。急に頭がすっきりしたと思ったら印は消えてしまったけど、これってうまくいったんですよね。じゃあ萌えと司は消えたんですね。でも高尻西が一旦戻ります。九条館へ行こう。廃校の外に出た。あの人どこ行った？あの男の人萌えがバッグを探っている。やば、財布ないじゃん。さっき落としたのかな。前は困惑顔で校舎の方を散られてみた。でも今のおじさんの方が大事だよね。早く帰らないと。行ってこい。え？ただし5分以内に戻ってこいよ。ほら、さっさと行ってこい。うん、ありがとう。前は校舎を走っていく。やれやれ、急いでる時なのにさ。校舎の中へと消えた。その時校舎の方から初夏の季節らしくない肌寒い風が吹くのを感じた。すがす引き去ったと自分の中には不吉な予感が芽生えていた。本当に前を行かせてしまってよかったのだろうか。5分が経った。前はもう戻ってこない。何やってんだよお前さんは。探しに行くぞ。玄関通り過ぎ右の廊下を歩いていく。そして花彦君と戦った多目的教室の前の廊下へたどり着いたが、萌の姿が見えない。どういうこと？印が再び映り出す。廊下の向こうに気配を感じる。鏡の方から何か聞こえた。確かめなければいけない。どういうこと？鏡が真っ赤に濡れていた。血の海に双眼鏡が落ちている。見覚えのあるものだ。少し一瞬の好きな悲鳴を上げて早く飛び出しをする。復活位置付けに逃げるように関しますと、無事だったか。こちらの印は消えてなかった。うまくやったよね。冴えない顔してればどうした。前がいないようだが、まさか見つからなかったのか。萌さんは会員に何だと。どういうことだ、説明しろ。ここには分かるわけないだろう。その印も消えないし、これのことだらけだ。あのおじさん、明日さんに僕は説明しておきます。早くミリーさんに話を聞いてきてください。
お帰りなさいませ。お帰り成功したようですが、犠牲が出てしまったようですね。確かに花子が倒した朝、前に何が起きた。おそらくですが、怪異の黒部を挑んだソーニャは消しきれなかったのでしょう。そんなことソーニャが自らを召した前様の命を奪ったのです。つまり自分を破壊した人間に怪異が復讐したということなのか。本音が人を殺すのは普通ならありえないが、なぜ前だけなんだ。その理屈なら俺だって、その理由は想像できます。破壊された怪異が力を及ぼせるのは印を刻んだ相手だけなのでしょう。つまりあなた様に印を刻んだのは花彦くんではなかったのかもしれません。メリーの宣告に意識を置き遠のいた。命を懸けた今夜の調査は自分にとって無駄だった。あとはただ寝分けと共に訪れる死を待つだけ。屋敷様、よろしければ印を見せていただけますか。違うってこと？じゃあ花彦くん無関係ってこと？主人公の。メリーの前に印のある腕を差し出す。メリーの首がかすかに動き、じっとその印を見つめている。やはり間違いない。ほんのわずかでございますが、印から感じられる因果の力に歪みが生じております。歪みだと？花彦くん倒した繊維なのか。消えかけていたあなた様の命の灯火ですが、かすかながら明るさを増しました。それはつまり夜明けの死は免れたということか。それでございます。口から魂が抜けてたかのような大きなため息が出て、印は残っているが、ひとまずなお逃れたようだ。どうやら屋敷様の印は私の知るものと異なるようです。ただ怪異に刻まれたものであるのは間違いありません。それはつまり花彦君の他にも印を刻む怪異が存在するということか。はい。じゃあ何これ。これがそう？こいつが印を刻んだって、殺すだけでは飽き足らず、死の不思議へと絶望に染め上げる望み。そのための恐怖そのものを目的とする怪異。聞かぶ聞かぶ理解を超えた存在だ。いや怖いですね。この位置には怪異が生まれやすい何かがあるようです。それが何であるのかは分かりませんが、印から逃れるには自分に印を刻んだ怪異を見つけて何とかするしかないわけか。はい。怪異が消えるとともに印も消えるのがりでございます。あなた様が死の運命から逃れ記憶を取り戻すにはそれしかありません。さてそろそろ夜も明け、皆様お疲れでしょう。お休みくださいませ。お好きな教室を使っていただいて構いません。今日は本当にお疲れ様でした。おじさんは僕の知ってる大人の中ではマシな方でしたよ。ありがとうございます。でも大人は子供を助けるのは当然といえば当然ですけどね。あ、そうだ、萌さんのことは残念だけど、まだ印が残ってます。おやすみなさい。ねえ、寝て忘れないかんよね。この人も怪異消えたって言ったね。こいつをくれてやる。明日はくたびれたコートから小さく折りたたんだ紙を取り出した。どうやら新聞記事のようだ。まあどう解釈するかは貴様次第だ。勝手にするといい。それじゃあな、みんなお部屋で寝ますってお伝えしておくことがあります。印の消え方についてですが、明日の朝九条館を去ってもらいます。印の運命から逃れた方には日常の世界へ戻っていただく。それは亡き さや様のご意志でもあります。自分だけ取り残されるというわけか。
まるで落第生の気分だ。もし怪しき様お一人だけで館に残るのは不安でございますか。そんなことはない。それならよろしいのですが、ミリーはこちらの顔をじっと見つめている。何か考えているように見えるは気のせいだろうか。さて屋敷様、あなた様はそろそろ休まれた方がよろしいでしょう。お休みになるとき私には声をかけてください。それでは休みなさい。おしまい。最後のセーブ可能地点となります。体験版のセーブデータは製品版でも使用可能です。セーブデータの作成をお勧めいたします。ということで体験版が終わりました。ありがとうございました。はい、ちなみにこれは失敗です。本来は、カイは倒したんですけど、カイを成仏させてないんで、その結果モエが犠牲になったという、まあ、バッドな、シナリオになってますということで、相方には、グッドなやつでクリアしてもらいたいと思うんで、次回はその続きをやってもらいます。それでは失礼します。